公共曲第2番は日本の作曲家松村定造が1997年に作曲し1998年に完成させた公共曲サントリー音楽財団の移植で1997年3月に金剛力士像のポスターに触発されて作曲し1998年同年開催されたサントリー音楽財団主催の 作曲家の古典98松村定蔵にて、小高忠だ式東京都交響楽団、ピアノ独奏、野島実により初演された。その後1999年に第三楽章が改定され、2006年にナクソスの日本作曲家選手24に収録するため最後の改定が行われた。フルート3、大ーボに、ピッコロ。 コーラングレ、クラリネット3、ファゴット、コントラファゴット、フォルン4、トランペット4、トロンボーン3、チューバ、打楽器4、ティンパニ、大太鼓、シンバル、グロッケンシュピール、ボンゴ、ウッドブロック、ハープ、ピアノ、言語オブキンカンによるファンファーレの後、ピアノが主題を提示する。その後バイオリンとピアノのソロを経て、弦、キンカンがそれぞれ戦律を奏で、再び、バイオリンと、 ピアノによるソロが現れる。やがてファンファーレが奏されて、弦の無休動な旋律があった後、ピアノソロが現れ、ピアノのみになって、幕を閉じる。弱音器をつけた弦の上で、独奏ピアノが主題を提示する。金管のファンファーレで開始され、ベートーベンの公共曲第5番を想起させる動機で、曲が締めくくられる。ありがとうございます。